ようようこと静まりゆくに、長雨の頃になりて、今日のこともおぼしやらるに、恋しき人多く、女君のおぼしたりし様、東宮の御恩こと、若君の何心もなく、紛れたまいしなどをはじめ、ここかしこ思いやり聞こえたも、今日へ人いだしたて、ま、いだしたてたも、二条院へ立てまつろ、二条院へ立てまつれたもうと、入道の宮のとは、柿もやりたまわず、暮らされたまえり、宮には松島の天の苫屋もいかならん、妻の裏人潮たるる頃、松島の天の苫屋もいかならん、妻の裏人潮たるる頃、いつとはべらの中にも、腰方行く先かき暮らし、右は勝りてなん。内子の神の御恩元に、例の中納言の君の私事のようにて、仲なるに、つれづれと杉にしかたの思い玉へいでられるにつけても、懲り妻の裏の見るべの床敷を、塩焼く甘やいかが思わん、懲り妻の裏の見るべの床敷を、塩焼く甘やいかが思わん、さまざま書き尽くしたもうことの、書き尽くしたもうことの葉思いやるべし。大井殿にも、最小の乳母にも、つくを祀るべきことなど書き使わす。で、まあ、次第次第にことが収まっていくうちに、折しも長雨の頃になって、条件がこう次々にこう揃っているでしょ。またあの物思いに沈む長雨の頃、そして平安朝の特色の長雨の文学、鬱屈とした思いで外へも出ることができなくって、そして宗教的なタブーの季節ですから、じっと家で都にいても外へ出ないで、恋人のところへも通っていかないで、折しも雲の重い空に、あるいは人と降る雨の空に視線をさまよわせて、鬱屈とした思いでじっとしている、じっとこもっている、ちょうどそういう季節に入っていくわけです。長雨の頃の季節になって、都のことをいろいろとお思い出しになるにつけて、恋しい人が多く、二条院の女君のあんなふうに思っていらっしゃった様子など、あるいは東宮の御こと、さらには左大臣家に残してきた若君のこと、夕霧の幼い何事心もなく紛れたまいしなど、無心になんかうろうろとしていられたその様子などをはじめ、その他あちらこちら今まで関わりのある方々のことをあれこれと思いやっていらっしゃる。同じ長雨の頃の物思いでも、都にいてする長雨の思いと、こんな妻の詫び住まいの長雨の思いというのとは全然感じが違うわけですね。で、京へ人をいだし立てたも、わざわざ京へ使いを出しておやりになる、
二条院へ建て祭れたものと、そして入道の宮に建て祭りたものとは、つまり格別の手紙ですね。紫の上のところへおやりになるのと、それから入道なされた藤壺の宮におやりになる手紙とは、テキパキとお書きになることもできず、暮らされたまえり、この暮らすも涙にすっかり目先がくらんでしまって涙に暮れていらっしゃる。手紙を書こうとなさるともう思いが迫ってきて涙に暮れていらっしゃる。それでも宮には宮へ差し上げられる文には、松島の天の苫屋もいかならん、須磨の浦人潮たれる頃、あれは素直な歌い方してありますね。もちろん援護掛け言葉はいろいろ使ってありますけれども、意味はまあスッと通りますね。人を待つの待つと、その松島、松島の天の苫屋、もう出家している藤壺ですから、その天さんになっているのと、それから海の天の侘び住まいの苫屋かけていってるわけです。その松島の天の苫屋もいかならん、私を待っていてくださるはずのその天の苫屋ならぬあなた様のお住まいもいかがなものでありましょうか、そのご様子はいかがでございましょうか。この須磨の裏にさすらってきました裏人がすっかり潮垂れて、わびしく日を過ごしていますおりますこの頃ですが、須磨の裏人潮垂れる頃ってのは自分のことですね。上の句で相手のことを思い、下の句で自分のことを言ってるわけです。しかしその松島の天の苫屋っていう歌い方には、ね、今までちょっと違った、何を言ってももう跳ねつけられ跳ねつけられしていたその頃とちょっと違った、楽な言い方、少し心の自在になった言い方がなされていますよね。私を待っていてくださるはずのあなた様のお住まいもいかがでございましょうか。同じ侘び住まいですけれども、この住まる裏で私が潮垂れております頃、あなた様のことを思っておりますというふうな歌ですが、いつとはべらぬ中にも、悲しい思いはいつに限ったということではない中にあっても、越し方行く先書き暮らし、過ぎてきた事柄、これから行く先のこと、すっかり真っ暗に思われて、右は勝りてな、ここにもまた引き歌があるわけですが、つらゆき詩の中にある歌で、君を惜しむ涙落ちそうこの川の、右は勝りて流るべらなり、君を惜しむ涙落ちそうこの川の、右は勝りて流るべらなり、
あなたを惜しんで私が流す涙がボタボタと落ち加わります。この川の右側がその涙のためにいっそ水かさが勝って流れているようでございます。それほど大涙流すあれでもないけれども、つまりそういうふうなちょっと誇張した言い方ですね。その貫之の歌じゃございませんが、右は勝りてと私も同じような思いがいたしております。あまりに涙を流しまして、右は勝りて流るべらなるという思いでございますという気分ですね。それからおぼろづくよの内緒の神のその音元には、例の中納言の君の私事のようにて直接手紙やって、それが毎日また外へ漏れたりしたら大変ですから、だから内緒の神にいつもついているあの、そして二人の間を取り持って好意を持っていてくれるあの中納言の君に、源氏の君が指針をおやりになる、中納言宛ての手紙をおやりになるような形で、その中納言への手紙の中に内緒の神への手紙を秘めておいたわけですね、隠しておいたわけです。つれづれと杉にしかたの思い玉へ出られるにつけても、所在なく過ごしているとあなたとの過去のことがいろいろと思い出されてまいりますにつけても、懲り妻の裏の見る目の生かしきを塩焼く甘やいかが思わん、懲り妻の裏の見る目の生かしきを塩焼く甘やいかが思わん。懲り妻っていうのは懲りることもなくということですね。懲りることもなく、性懲りもなく、あなたになおお会いしたいと思うのですが、そんな私をこの妻の裏で藻塩を焼いている尼は一体どんなふうに思うことでしょうか。あんなことがあったのになお性懲りもなくお会いしたいと思っているこの私の思いを、この裏で塩を焼いている、塩を焼くっていうのと心を焼いている、心を燃やしている、そういう意味で引き合いに出しているわけですね。藻塩火を焼いている、天の藻塩火を焼いている、その天は一体どう思っている、どう思うことでしょうかしら。そんなふうにさまざまに思いを書き尽くしなさることの葉、皆さんも想像なさってくださいという語り手のこれは言葉ですね。さまざま書き尽くしたもうことの葉、思いやるべし。大井殿にも最小の乳母にも都合を祭るべきことなど書き遣わす。左大臣邸の大宮へですね、夕霧を庇護していてくださるその左大臣家の大宮にも、それから最小の乳母にも、都合を祀るべきことなど書き遣わす。そうか、
つくを祀るべきことなどを書き遣わすというので、そうすると、夕霧の養育のために、勤めなければならないことなどをお書きになってやったというんですから、大井殿にも大宮まで考えない方がいいですね。左大臣家へもそれはあの夕霧を育てている最小の乳母に夕霧養育のための おっしゃるべきことなどを書いてお使わしになった。